さんこんにちは。ちょっとお尋ねします。第4回目となりました。これ見ていただけますか。こういうのドキュメンテーションっていうらしいんですが、味噌汁、ダンゴムシ、電気回路、メダカ、田んぼ、情報処理演習、一体今日は何の専門家なんですかね。楽しみです。それでは行ってみよう。後藤田先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、後藤田先生のご専門というのはどういう領域なんでしょう。今は教育学を研究していまして、特に ESD という分野を主に興味を持って研究をしています。 ESD というのはどういうものなんですか。エデュケーションフォーサスティナブルデベロップメントの頭文字を取っていまして、日本語では持続可能な社会の担い手を育てる、はい、教育だ、人材育成だと言われています。あの国連で提唱している SDGs とによく似た概念といいますか。そうですね、はいはい、最近だとこういうバッジをつけている方いらっしゃると思うんですけれども、はい、よく見ます。その SD の部分を担うような人材を育成しようという教育分野で、SDGs が出てくるよりもかなり前から取り組まれています。そうなんですね、はい。そもそもこの教育学へと進まれるこう動機といいますか、モチベーションというものは終わりだったんですか。もともとですね、高校生の時に高校の先生をしたいなと思って大学をこう探していたんですけど、その時に自分がお世話になった先生が、これから先生になるなら ESD を勉強してこいというふうにご指導くださいまして、進学をすることになりました。でも高校の先生じゃなくて、結果的には大学の教員になられたわけですよね。はい、大学生の時に、はい、ESD を勉強していく中で、例えばこのような形で子どもたちと ESD を題材にしたキャンプであったりだとか、いろいろな勉強会をしていく中で、教員養成にすごく興味を持ちまして、大学の先生になろうと思いました。ESD が教えられるような先生を育てる側へと。そうですね。なるほど、そういうことですか。このキャンプの時の話なんですけれども、子どもたちに、私たち学生がいろいろなクイズを出したりだとか、いろいろな体験をこうしていくんですけれども、その中で子どもたちがなんかもういろいろなことがこう混ざり合って、社会ってできてるんだなみたいなことをちょっと発言をしたりして、そういういろいろな複雑なシステムみたいなところが子どもたちに伝わるっていうのが ESD の面白さかなとか思ったりします。じゃあ学校教育の枠内にとどまらず、学ぶことによって、その人の人生がこう大きくこう変わるといいますか、それこそ持続可能なこう学びへと変換していくっていう、そんな感じになるんですかね。そうですね。ある先生の、理論だと、ライフスタイルの変革だと言われるような形で、自分たちの行動が変わっていくことが、これからの社会づくりに大事だと言われています。ぜひこの分野に興味のある人たちに、この研究はこんなに面白いよ、魅力的だよっていうようなところを教えていただけますか。 ESD ってこういうものなんだよということがしっかりと決まっていない部分もなかなかありまして、そこを自分たちでこれが ESD になるんじゃないかって考えていくことがとても興味深いところかなと思います、なるほど。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからどんどんと姿を変えて出来上がっていく教育学の分野、いや、とても魅力的だと思いました。やっぱりあれですね、大学教員っていうのは何がしかのプロパーであるわけで、その人が自分自身の専門について話すっていうのは、もうそれ自体聞いててすごく楽しいというのを今日は実感しました。次回は一体どんな専門家が登場するんでしょうか。どうぞお楽しみに。